はい、こんにちは。テニスピークの林です。本日はですね、スピンが跳ねずに相手のチャンスボールになってしまうというご質問いただきましたので、これにお答えしながらいろいろやってみたいというふうに思います。弊社はですね、いろいろなレベルの大会をやっております。まあ、初心者、初級者ぐらいの方が対象の大会から、まあ、プロが出るようなジョップ大会、まあ、JTA 大会、20万賞金の日本ランクがつく大会とかですね、まあ、この辺の大会までいろいろ主催しているんですが、最近は、初心者、初級者ぐらいからですね、初級者ぐらいから中上級ぐらいまでの、シングルスの大会というのを、まあ、月にそうですね、7、8回ぐらいやっております。で、その中でですね、参加者の皆さんアンケートに協力していただいております。本日はですね、その中から一つやらせていただきます。この20代の男性の方ですね、スピンショットは跳ねないという方なんですが、まあ、つなぎのスピンショットですね、つなぎのスピンショットがどうしても跳ねないで相手のチャンスボールになってしまうというところです。まあ、この方の試合私も見させていただいたんですが、まあ、様々な理由が考えられます。例えば、少し高さが出ないと、高さが出ないから弱くチャンスボールみたいになってしまう。あとはボールが潰れない、手先だけでちょろちょろやってしまうと、そんなのでボールに勢いがないと、あとはまあ単純に浅いとか、まあ、いろいろあると思うんですが、今日はこの2番目のボールが潰れないと、で手先でこうちょこちょこってやってしまうということについて考えたいと思います。その方はですね、結構試合中焦ってしまって打点をすごい前にしてしまいます。もう腕をペッて伸ばしちゃって、でここでこうスピンをかけると、打点をすごくこう前に取ってしまうと、前に取ってここでこうやって引っ掛けると、ここを引っ掛けてしまうというような打ち方になってしまってました。で、これはですね、うまくいかないです。これはコートには入りますが、体を使った体幹、肩のライン、背骨、骨盤のこの体幹を主導にした打ち方にはなりませんので、これはなかなかしっかりしたつなぎのボールを打つのは難しいかなというふうに思います。でどうしたらいいかなんですが、基本的にはやはり横振りですかね、横振りをしっかりすると、でその中で少し肘アップしていただいてスピンをかけるというやり方がいいと思います。テイクバックしていただいて、テイクバックしていただいて、そして横振りですね、横振り、地面と平行に振りましょうと。ここからあんまり右側でこうピュンってやるんではなくて、しっかり横振りをしましょうと。具体的には少し右足を前に蹴る、前に蹴っていただいて、地面と平行にラケットを振ってくるつもり、まあ、それでも勝手にヘッドダウンは勝手にしますので、それでも全然スピンはかかります。 そして、これだとちょっとフラットドライブになりすぎるので、まあ、スピンっていうふうには結構こうしっかりしたスピンというのはなりにくいので、この方のテニスを見るともうちょっとスピンかけたいというイメージだったので、横振りしながらですね、横振りしながら最後少しフィニッシュを上げてみてください。最後、まあ、おでこもしくは目あたりにこう腕がいくぐらいの感じですね。ここではなくてこっちの方を持っていくと。でこのフィニッシュは、まあ、ジョコビッチはここ、フェデラーここ、錦織選手ここなんですが、まあ、これどこでもいいっちゃどこでもいいです。どこでもいいんで自然にいくと、ここでピュッて巻いちゃってもいいし、こうやって落としてきてもいいし、ここに持ってきてもいい。まあグリップによって多少違うと思いますが、まあ、その辺はご自由に取ってみてください。絶対ここじゃないといけない、ここじゃないといけない、ここじゃないといけないはないです。なのでこれは自然に取っていただいて、まあ、ジョコビッチ選手、フェデラー、錦織選手みたいな、いいです。ただ横振りして少しラケットヘッド上げて、肘も少し上げながら一瞬こう顔の前に腕が来て、あと自由、一瞬顔の前まで来てあと自由、一瞬顔の前に来てあと自由というぐらいにしてみてください。あとですね、この方の試合を見させていただいた時にやっぱ焦ってしまうんですね。ラリーで焦ってしまうので、すごい打点を前に取る、そしてライジングっぽく取ってしまうと。でライジングっぽく、まあバウンドして、ここにバウンドして頂点で打ってしまうと。ここだとフラットドライブになりやすいです。なので少しスピンかけたいなと思ったら、バウンドして頂点行ってちょっと落ちてきたところを打つつもり。そうすると少しラケットが自然と下から入りやすいので、一
図的にラケットをボールの下に入れるのは良くないですが、少しボールを落とすことでラケットが結構下から出やすいっていうのは、事実としてありますので、この辺をちょっとチェックしていただいてもいいかなと思います。